放火いましたっけ。あ、放火は、親密度が低くてできないです。やばい。見どころ満載じゃないですか。はい。ん？これが最後のボス？いや、最初っすよ。あ、光落ちた。あれ、どの順番でかけていけばいいんですか？初めは光死んだらダメなんで、光、その後はもう適当に誰でも、あ、OK です。これが二人目のボスですね。そうです。はい、もう私は悪夢ぶつかり、そうです。あ、そうっすね。これ道は覚えてるんですね。ラスさんは覚えてますよ。うわぁ、すごいな。あ、じゃあ、迷子になったらラスさん行けばいいんじゃない。そう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 。ラビーラビー。行きます。はーい。行きますね。はい。はい。あ、ミスった。うん、どうしたんですか？その子を言っちゃいました。あ、なるほど。あ、閉まれてない。あ、ピアノ進みした。よけてる。あ、ね、お、しかした。当たる。ストーカーズ。ネッチ。じゃあ行きます。はい。確かに。ほとんどいないんじゃないですかね。あ、そっか、まだ2週間なんすね。2週間で50レベルなんすね。最初の25まで上がっていますね。で、30から、はい、50までは、あー、なるほど。コブさんとミレンさんペアですね。で、スキルレベルは自分で頑張ってます。はい、宇宙で覚える、技、うん、で、あ、もうちょっとそのあれ逃げちゃっていいですか。え、逃げたらダメなんでしたっけ。あ、逃げちゃダメです。あれ、ちょっと待ってください。どうなるんでしょう。え、いや、大丈夫ですよ。いや、大丈夫です。そのスキルで逃げた場合は、あ、よかった、よかった。あ、逃げたらってボスだけじゃないんすか。普通の敵からも逃げたらダメなんですか。これボスなんですよ。中ボスみたいな。小ボス？ごめんなさい、ごめんなさい。今普通に敵が出たのかと思った。あ、すいません。こんな、一匹だけちょっと。あぶねー。あぶねー。すいません。銀賞さんも銀賞400ぐらい行くんじゃん。今、そうですね。おぉ、いいっすね。この憲法家みたいなやつが。あ、なるほど。なんで、後ろ向いてるんですか？なんですかね。うわ、もう顔の色が強そうっすもんね。確かに、ちょっと日焼けしてますね。だいぶ日焼けしてるな。ね、洞窟の中なのに。うわぁ、すごい。まあ、リアルダックだけが取り柄なんで。いいことだ。この前、4000円課金したんですよ。はい。で、地獄
6番開けて、8球、5球、4球の石、まあ、石。ああ、厳重、モンスターボールみたいな。厳重のなんか石。なんでしたっけ、封印石だっけ。ここね、あ、敵の顔が見えない。あ、いや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 、動画に撮りたいですよ。なんで自分が拝むんですか。拝みたい。オッケーです、オッケーです。はいはい、拝めましたね。この この後ろのキャラクター、こいつを縛り倒しちゃえば出てこないです。そうですよ、あの、はめ殺しできれば問題ないですけど、第一撃目が大事です。あ、ダメだ。これ多分ダメっすよ。あー。さて、どうします？落とします？え、そんなにやばいんですか？落としてもいいですし、そのままやってもいいですし。多分いけますよ。いけると思うんですけど、私も。じゃあ、いけますか？いけましょう。あ、私あと、あの双子出てきたら、あれしますね。波。あ、分かりました。なんか縛りより、案外波の方がいいんだろう。ああ、おやすみ。おやすみなさーい。ラスト、不動拳します。あ、不動拳しました。ほんとだ、出てきた。あれ逃げた。そうっす、次戦うんですよ。あ、面白い、その設定。どうします、動きになりますか。自分、今まだ動けなかったっすよ。私も動けなかったっす。動きありますか。なんか、あ、そうっすね、動きなんか日本人と違うんすよ。フォレさん、どこのタイミングで一回すですか。あの、一回倒してからかな。これ、一人攻撃したら両方死ねますか。ああ、じゃあ一人ずつ多分大丈夫っすよね。両方死なないと思うな。じゃあ一応蘇生魔法かけてる。そうっすね、はい、あ、やべえ、死んだ。ああ、俺とはごめんなさい。俺さ、これさ、こんな双子は一人かかったっけ。こんなに食らうんすね。次回、闇の使徒フォレを失った4人は遺跡を制覇できるのか。